HJT-36 したら、HAL ヒンドスタンジェットトレーナー -36 したらとは、インドのヒンドスタンエアロノーティックスリミテッドが空軍向きに開発した中間練習機である。以前に国産した練習機の HJT-16 ランの更新を予定している。低翼に配置した後退翼、後部座席の視界を広げるための段差付き操縦席、 小さな吸気口と従来のアオンソクジェット練習機のデザインを踏襲している。1999年に計画が始まり、2003年3月7日に試作機が初飛行した。限定的生産 LSP で12機が極技飛行のために注文され、2005年6月までに納入予定とされた。最終的には225機以上が生産され、 空軍と海軍に納入されることが期待されている。初期の試作機には、フランスのスネクマ及びチュルボメカ製で、独仏共同開発のアルファジェット練習機、軽攻撃機にも採用されているラルザックが搭載されたが、ほぼ同重量で2割ほど強力な水力を有する、新型のロシア製、サターン AL-55i が、量産型には搭載されている。水力は 16.9kN。 水力重量比は5.59である。エンジンを新しく変更したことによって計画は遅れたが、新エンジンを搭載した機体による再発飛行が2009年5月に実施された。ありがとうございます。